8年ぐらい前の作品で犬見るという切り絵作品を作ったことがありまして、ちょっと縦長の作品でして、幅が32センチ、縦が90センチ。カタカナで犬見るという作品なんですけど、この犬が UFO に吸い上げられていっている人々を見ているっていう、ちょっとシュールな作品でして、僕もまあこの作品の存在自体も忘れていたんですけど、まあ、当時ね面白がって作った記憶があります。犬ってなんかじーっとこう何かを見てる時ってあるじゃないですか。どういう感情でお前見とんねんみたいな、ようわからん顔で見てるのをじーっと見てるとなんか面白くなってくることがあって、でその犬プラス UFO にこうギャーって吸い上げられていく、このなんか神秘的というか、犬の存在っていう日常と全く日常じゃない世界、それをこう犬がぼーっと見てるっていうのがなんか面白くて、一つの作品に入れたわけなんですけど、当時の表現力とか技術的にあまりうまいこと言ってないなっていう記憶があって、まあ実際古典会場でもあんまり評判のいい作品じゃなかったんですね。でもその時の犬見るを見てくださってたお客さんから、まあ8年の時を経ましてですね、自分もお客さんがね、自分自身も UFO に吸い上げられている一員になりたいということで、犬見る2023ということで新たにこの作品を作ることになりました。このオリジナルの犬見るを見ながら、まあ、当時ねどういう気持ちで作ったかっていうのを、まあ、自分でも思い出しながら新たにこう作っていったんですけど、この時はねなんかスポーツやってる人が入ってたら面白いなっていう、なんか自分なりの面白ブームっていうのがあったので、グローブ持ってる人なのかな、まあ、ちょっとあんまり僕自身覚えてないんですけど、まあ、テニスラケットとボールとか鉄棒やってる人がいたりとか、まあ、お客さんが面白がってくれたのがこのねおばちゃん、あのパーマの買い物袋を持ってるおばちゃんで、僕の推しはこのラーメンの湯切りしてるおっさんっていうのが僕好きで、そもそもどこでこれを吸い上げてんねん、屋内でやってることをなんでこのなんか外で吸い上げられてて犬がなおかつ見てるねんっていう、そういうぐちゃぐちゃな世界を作りたかったので、まあ、とにかく僕はあのまあ、お客さんのご依頼によりこのおばちゃんとで僕の推しのこのラーメンの湯切りしてるおっさんは絶対2023年版では入れようと思ってたんで、まあ、その2つは必ず入れようと。であとこのドラえもんらしき人影なんですけど、まあ、これも入れました。なぜそれを入れたかと言いますと、絵としてギャグっていうのはまあパッと見てわかると思うんですけど、まあ、深刻に捉えた時に宇宙人に吸い上げられているってことはこれバッドエンドが待ち受けているんじゃないかという、そういうふうに捉えるとこう本意ではないので、新しい犬見る2023にはタケコプターらしきものをつけたドラえもんらしきシルエットを UFO の吸い込み口、名前なんていうか知らないですけど、吸い込み口のところに配置をしまして、ドラえもんがおるんやったらこの人たちは多分救われるやろ、救出してもらえるやろうという、 こう希望をねこう持たすような作品にしました。で、まあ、技術的なことで言いますと、まあ、当時ねその切り絵のこのお手本っていうのがあまりなかったので、まあ画力的にもちょっとね実験してた部分もあるんですけど、最初に作った失敗作なんですが、綺麗にのり付けをしたくて失敗したんですね。この黒い紙に全部裏側全部に糊を塗ってしまうと、まあ、多分ゴワゴワになってしまうやろなっていうのは分かってたんで、まあ、試しにジェッソっていう石膏素材の地塗り剤を塗って、そこに乾く前にこれを貼り付けたんですね。どうなるかなと思って、でも結局まあ乾いたらこう表面がデコボコっとなったんで、これはいかんわということで、糊もつけずにこういう、まあ、テラテラっと映ってますけども透明のビニールを貼り付けて、白い紙の上に重ねているっていうだけの状態の切り絵にしました。まあ、今はね紙の選び方とか貼り付け方とか、まあ、自分流のやり方っていうのがいろいろ実験しながら分かってきたので、こういった失敗はないんですが、
約8年ぶりにこの UFO に吸い上げられる犬見るっていう作品作ってすごい楽しかったので、まあ、シリーズにしたいなとか、この動画をご覧になってる方もご家族の肖像画を、例えばまあ家族4人みんな UFO に吸い上げられているみたいな、なんかそういう作品とかもまあ面白いんじゃないかな。ウェルカムボードに新郎新婦が UFO に吸い上げられているとか、まあ、ご要望があればちょっとユーモラスなシュールな世界を切り絵にできますので、ご希望の方はメッセージなどをいただけると嬉しいです。